はい、アコギチャンネルです。 F コードと B コードは同じバレエコードじゃないから弾けないを説明します。タイトルを見て驚いている人も多いと思います。 F コードも B コードも同じバレエコードだから弾けるはずと思っている人たちに衝撃的な事実を知ってもらうための動画です。僕のところによく来る質問があります。 F コードが弾けるようになりましたが B コードが弾けません。同じバレエコードなのに弾けないのはなぜですか？難しい F コードがやっと弾けるようになったのに B コードが弾けなくて落ち込みますよね。早く B コードが弾けるようになりたいですよね。しかし F コードが弾けても B コードは弾けません。なぜなら F コードと B コードは同じバレエコードではないからです。僕が初心者だった頃 F コードを綺麗に弾けるのに数年かかりました。しかし B コードを綺麗に弾けるのにさらに数年かかりました。正直言って F コードよりも B コードの方が難しいと思います。なぜ F コードと B コードは同じバレエコードなのに B コードは F コードよりも難しいのでしょうか？答えは簡単です。 F コードと B コードは同じバレエコードではないからです。アコギチャンネルでは他の動画でもギターの有益な情報を投稿していますので、チャンネル登録をしてギターを上達しましょう。それでは F コードと B コードは同じバレエコードではない理由をお話しします。理由がわかると F コードと B コードが綺麗に弾けるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。バレエコードをうまく弾くポイントは、肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置です。バレエコードはこれらのポイントの一つが欠けるだけでうまく弾けません。では F コードはどのように弾くのかを確認しましょう。指の基軸である中指を最初に押さえてから薬指、小指、人差し指を押さえます。肘を横腹に近づけます。肘を横腹に近づけることで人差し指の角度が変わり、人差し指の硬い左側で押さえられ、音が綺麗になります。手首を前に出します。手首を前に出すことで指が立ち、音が綺麗になります。F コードをきれいに弾くためには、肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置が重要なのが分かったでしょうか？これらの一つが違うときれいに弾けません。例えば、肘を横腹から離すと、人差し指の柔らかい中央で押さえるので、音がきれいになりません。手首を奥に引いてしまうと指が寝てしまい、音が綺麗になりません。このように肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置が全て揃って F コードは綺麗に弾けます。次に B コードの肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置を確認しましょう。指の基軸である中指、薬指、小指を最初に押さえてから人差し指を押さえます。肘を横腹に近づけます。肘を横腹に近づけることで人差し指の角度が変わり、人差し指の硬い左側で押さえられ、音が綺麗になります。手首を前に出して右に回します。手首を前に出すことで指が立ち、右に回すことで指がフレットに対して垂直に押さえられ、音が綺麗になります。Bコードを綺麗に弾くためには、肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置が重要なのが分かったでしょうか？これらの一つが違うと綺麗に弾けません。例えば、肘を横腹から離すと、人差し指の柔らかい中央で押さえるので、音が綺麗になりません。手首を右に回さないと、指がフレットに対して垂直に押さえられないので、音が綺麗になりません。
このように肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置がすべて揃って B コードは綺麗に弾けます。F コードと B コードは同じバレエコードですが、同じ押さえ方をしません。なので F コードが弾けても B コードが弾けない。B コードが弾けても F コードが弾けないのです。これで F コードと B コードは同じバレエコードではない理由が分かったと思います。最後に復習します。F コードと B コードは同じバレエコードではありません。肘の角度と位置、手首の角度と位置、指の角度と位置の3つのポイントを意識して音が綺麗になるように押さえましょう。この動画を見た皆さんはバレエコードの押さえ方のポイントが分かったので、バレエコードが綺麗にならないなんてことはありえません。自信を持って練習してください。ここまで見てくれた皆さんに無料プレゼントがあります。ギター上達に役立つマニュアルやギター曲のタブ譜の PDF を無料でゲットできます。入手方法は LINE 公式の友達追加をしてキーワードをメッセージしてください。有料級の PDF を無料でゲットして練習に役立ててください。それではこれで終わりにします。現在アコギチャンネルは1000人以上の仲間が登録してくれています。ぜひ皆さんもチャンネル登録をしてアコギチャンネルの仲間になってください。今後も LINE 公式で無料プレゼントをしますので、 LINE 公式の友達追加もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。